大人になっても小さいままの小型の猫さんはいつまでも子猫のように可愛らしいので、近年ますます人気が高まっているそうです。そこで今回は、成長してもあまり大きくならない猫種と小さい猫さんを飼うときに注意すべき点についてご紹介します。あまり聞き慣れない珍しい猫種もご紹介しますので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。猫種の紹介をするこの動画は毎週日曜日に定期配信しています。また毎週金曜日には猫さんの心理や飼育する上で知っておいた方がいい情報を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きますよ。小型猫の魅力。猫さんの大きさは品種や個体差によって大きく異なります。そして実は小型猫には明確な基準がないのです。ただ一般的な猫さんの平均体重は3キロから5キロと考えられているので、この動画では成長しても4キロを超えない猫種を小型猫としてご紹介させていただきます。小さな猫さんの一番の魅力は、何といっても日本の集合住宅やワンルームマンションでも飼いやすいというところでしょう。大きくならないということは、そこまで広い空間を必要としないということになりますので、居住スペースが限られている場合でも猫さん自身がそれほど部屋の広さを必要としないため、ストレスなく過ごせます。また体重が軽い分、夜中に大運動会をしたとしても足音や騒音にそこまで神経をすり減らすこともありません。声の大きさも体の大きさに比例しやすいので、集合住宅でペットを飼育される方にとっては大きなプラス要因になるかと思います。そして体重が軽い分、病院などへの移動も楽ですので、力の弱い女性や高齢の方でも安心して飼育できるでしょう。さらに猫さんの食事量は体重によって決まりますので、フード代の負担も少なくて済みます。ここからは日本の住宅事情でご近所トラブルになることもなく安心して飼育できる小型の猫さんをご紹介します。日本のペットショップではなかなかお目にかかれない希少な猫種もご紹介しますので、楽しみにご覧ください。マンチカン。北アメリカ原産のマンチカンは英語のマンチキンに由来していて、小さいや子供といった意味があるそうです。マンチカンといえば短足な子を思い浮かべる方も多いと思いますが、実は足の短いマンチカンは全体の2割ほどしかいない貴重な存在なんです。平均体重はオスの猫さんが3キロから4キロで、メスの猫さんが2キロから3キロです。性格は穏やかで好奇心旺盛な甘えん坊なので、初めて猫さんを飼う人にもおすすめです。ミヌエット。ミヌエットはマンチカンとペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘアなどの猫を掛け合わせた猫種です。ナポレオンという名前で親しまれていましたが、2015年にミヌエットに猫種名を変更しました。平均体重もマンチカン同様、オスの猫さんが3キロから4キロ、メスの猫さんが2キロから3キロです。小さいですが、筋肉質な体格なので、運動不足になると肥満体型になってしまうこともあります。性格はマンチカンの好奇心旺盛な性格とペルシャの甘えん坊な性格が合わさり、人懐っこいので、初心者さんや小さなお子様のいらっしゃるご家庭でも問題ないでしょう。ただし少々マイペースな一面もあるので、必要以上に抱っこするなど構いすぎるとストレスになることがあります。シンガプーラ。小さな妖精と言われているシンガプーラは、その名の通りシンガポール原産の猫種で、自然発生の純血種としては世界最小の猫種と言われていました。現在の世界最小はトイボブで、後ほど詳しく解説します。シンガプーラの平均体重はオスの猫さんが 2.7 キロから 3.5 キロで、メスの猫さんが 2.2 キロから3キロです。小さくて華奢に見えるシンガプーラですが、実は筋肉質で運動能力にも長けています。性格は飼い主さんが大好きな甘えん坊で、好奇心も旺盛です。ですが警戒心も強い方ですので、
飼い主さん以外の人には人見知りしてしまいます。神経質な側面もあるので、環境の変化にはストレスを感じやすいです。大好きな飼い主さんを独り占めしたいタイプですので、あまり多頭飼いには向かない猫種です。トイボブ。家庭で飼育できる猫さんの中で世界最小の猫種です。世界中で人気が高まりつつあるトイボブはロシア原産の猫さんで、2017年に帰化血統書登録機関で登録された比較的歴史の浅い猫種です。そんなトイボブの平均体重はオスの猫さんが約 2kg で、メスの猫さんは約 1.7kg とかなり小さい体をしています。人懐っこく社交的な性格で人見知りもしないそうです。警戒心も薄く、ワンちゃんのように飼い主によく懐き、おとなしい性格で、鳴き声も小さく、飼育しやすいと言われています。ただ、寂しがり屋な一面があるため、長時間のお留守番は苦手です。トイボブは小さな体ではありますが、非常に活発で遊びが大好きな猫さんです。一緒に遊んであげる時間をしっかりとってあげましょう。金華楼。手足の短いマンチカンと耳が外側にカールしたアメリカンカールを交配して誕生させた猫種の金華楼は、別名マンチカールと呼ばれ、世界的に見ても珍しい猫種と言われています。平均体重はオスの猫さんが3キロから 4.5 キロで、メスの猫さんが 2.5 キロから 3.5 キロです。性格は子猫のように甘えん坊で人懐っこい性格である反面、とても賢く飼い主の言うことをよく聞きます。バンビーノ。毛のない猫代表のスフィンクスと足が短いマンチカンを人工交配して誕生したのが無毛で短足なバンビーノです。桃のように全身が細かい産毛に覆われており、ややぽっちゃりしたお腹周り、短い手足を持つ姿からはいつまでも子猫のような愛らしさを感じられます。そんなバンビーノの平均体重は2.5 キロから 4.5 キロで、社交的で活発な性格ですが、皮膚がむき出しになっているので怪我をしないよう環境管理が必須となります。また体温調節も苦手ですので、通年温度管理には細心の注意が必要となります。コーニッシュレックス。猫界のグレーハウンドとも称されるコーニッシュレックスはイギリスのコーンウォール州で発祥した猫さんです。スラッとした体つきで、大きな耳とウェーブがかった巻き毛が特徴的です。そんなコーニッシュレックスは平均的に 2.5 キロから 4.5 キロまで成長すると言われています。穏やかで優しい性格ですが、繊細でやや神経質な部分もあるため、子供や先住猫がいる場合は相性をよく見定める必要があるでしょう。初心者でも飼いやすい小型猫ですが、飼育する上ではいくつかの注意点があります。ここからは飼育する際の注意点について詳しく解説します。足元や狭い空間には注意。体が小さい小型の猫さんは狭い隙間などに入ってしまう恐れがあります。また飼い主さんの足元にいるのに気づかずに踏んでしまうリスクも考えられます。小型猫をお迎えする場合は、狭い隙間などには入られないよう物を置いたり、ついたてをしたり、対策をとっておきましょう。事故が起きない容器を配る。小型猫は好奇心旺盛な性格の猫種が多く、運動神経も良いので、室内での様々な事故につながる危険性があります。例えばドアの隙間から脱走してしまったり、洗濯物の中に入って洗濯物の渦に巻き込まれたり、お湯を張ったお風呂にダイブしてしまったり。これらの事故は小型猫に限ったことではありませんが、室内での事故につながらないよう注意が必要です。肥満に気をつける。小型猫は骨格が小さいため、肥満になると関節への負担が大きくなります。また心臓や内臓にも負担がかかってしまいますので、注意が必要です。一般的な大きさの猫さんに比べて食事量も少なく、体重に合わせたフードを用意する必要があります。また与える量だけではなく、しっかりと運動させ、ストレスの軽減にも努めましょう。
いかがでしたか？いつまでも子猫のように可愛らしい小型の猫さんはとても魅力的な猫種ですが、小さいからこそ飼い主が気をつけなければいけないことも多いです。猫さんが元気で楽しい時間を過ごせるようにできる限りのことはしてあげたいですよね。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。